リベンジのリベンジマッチ、6ホール終わったんですけど、なんとか1打リードのままここまで来ました。うわ、もしかしたら、もしかしてだけど調子戻ってきちゃったんじゃないの？そんなことないです。これは勝負です。分かったわ。ん？ベトナム史上最上級の分かった。やべ、あれオーバーした。見過ぎじゃない？なんかまで言っててほしいよね。絶対レッドライスターの方が近い。レッドライス TV 始まりました。はい、ということでやってますけども、はい、お願いします。はい、お願いします。はい、リベンジのリベンジマッチとうとう残すとこ3ホールになって、はい、3ホールでございます。もう6ホール終わったんですけど、なんとか1打リードのままここまで来ました、はい、うわー、さっきのホール追いついとった。そうなのよね。こんなぐらいよ、これ負けてもうた。そうなんですよ、はい、ライオンさんの優しさが、いやいや、そんなことないです。たっぷり出てます。いや、そんなことないです。まあ、ちょっと泥仕合気味ですけども。そうですね、残り3ホールね、なんとか俺もタイで逃げ切りたいなと、はい、見どころのある3ホールになると思うので、最後までお願いします。お願いします。どうですか？いや、もうそれは心配ないさ。久しぶりに言いました。頑張ります。いい勝負になると思います、はい、よろしくお願いします。僕のアイアンセットじゃない。そうや、俺そうや、忘れた。こっからや。ナイスー。お、ちょっと良くなったね。ちょっと捕まったけど大丈夫でしょう。大丈夫だね、あれは。おー、ナイスでーす。ありがとうございます。飛んでんな。球。ナイスでーす。もしかしたら？え？もしかしてだけど。まだ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 です。ちょっと調子戻ってきちゃったんじゃないの？ね、調子は戻ってきてるっぽいな。確かに。やばい、耐えて。風来てるね。風来てるよね。止まれ止まれ止まれ。うおお、ギリギリ、ギリギリだね。ギリギリ飛ぶ。いいね、これ、フォーティーさん飛ぶって、ドキドキさ、ギリギリでしたね。ね。最近仕入れたんですか？いや、そんなことないです。結構使ってますけど、ポテンシャルを。分かってなかったです。自分が使い切れてなかったのか、あんな飛ぶと思ってなかったです。スプーンと次、あ、5番はもうポティさんなんですか？違います。5番は、僕はもう5番ウッドと4番ユーティリティだけは、初めて買ったロケットボールズ、はい、初代ロケットボールズを使わさせてもらってます。あれ、ストックはないの？予備とか買ってない？ない、買ってないです。中古屋とかで買っといた方がいいんじゃない？あれはもうちぎれたら、ちぎれることはない。ちぎれたら、新しいの行きますね。でも、ロケットボールズ、初代ロケットボールズがいいんですよ。はい。で、なんかゴルパイナイサーコンペやったんですよ。うんうん、ほんなその時に大西さんのやつに憧れて、うん、同じやつ買いましたっつって、まあ、同じの買わはった人がいました。すごい。愛されてる。ありがとうございます。いや、でもいいクラブですから、ぜひぜひ。そうね。はい。見つけたら使ってください。はい。そんなことなかった。結構残ってた。ドキドキしたけど、俺からやな。130。はい、で、上げかな。ね、じゃあ、ちょっと大きめ音か。キワ。ん？フォロー。フォローに変わりましたよね。Q、Pもください。あれ？完全フォローっすね。あれ？フォローやな。あんま吹いてないですね。じゃあ130でいいんかな。ピッチングします。いやー、ダフったけど。うわー、フォローの分行ってもうた。止まれ。あ、乗ってない。あ、ほんま。右からの風でした。うん。風乗れ風乗れ。あー、短い。いや、ちょっと風読み難しくなってきた。風が急に強くなってきました。やっぱ台風の影響が。
台風なんですよ、皆さん。俺分かったわ。ん？分かった。よかったよ。残り2打ぐらいで分からんでよかったです。そうだね、まだ3ホールあるからね。はい。本当に分かったから証明できるね。そうですそうですそうです。ほんまに。最終ホールとかで言われてもね、はい。だいぶでも分かった聞いてますけど。そうね。この分かったほど信頼感ないもんないですよ。今回の分かったは。今回は分かりました。かなりの分かった、ね。あ、本当ですか、うん。よしよし。じゃあ、ありえますね。そう。最高、史上。はい、レッドライス史上最上級の分かった、はい、何やねそれ、うん、レッドライス史上って上、はい、何、いや俺も乗ってる、よしよし、分かっちゃった、もう怖いもんなしだね、うん、もう分かっちゃったよ、簡単だわ。それは言えない、それ言ったらなんかにスルスルって言って逃げちゃいそうだな。言えないけど、言えないけど分かったらしいです。そうそうそう、ただアプローチいいからな今日。おー、ナイス、おはようございます。結構切れる、はい、カップ3つぐらいでもいいかな、はい、お酒失礼します。はい、ナイス、どうす、ナイスパー、どうす。カモカモカモ、うー、ケー、はい、いやー打ち切ったけどな、くそ、まあ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 、よしよしよし、ここに来てガゼンゴルフが上手なってきてる2人。今さら ね急に質上がってきた。もしも俺が分かったってことが本当に分かっただったら、はい、このドライバーがちゃんと飛ぶはず、うん、来た来た来た、俺がの分かったが本当に分かったかが中でね分かるっていう、はい、楽しみ楽しみでしょ、はい、ナイス、分かり気味、うん、分かり気味ショット、大丈夫、ナイスです、ほら分かり気味でしょ、分かったかも、分かってたかも、これはこれはいいの出てる、分かってきたよ、全然チーピンじゃないですもんね、チーピンではないもんね、はい、うん、これタイミング合えばもうちょっとまっすぐ、ほんまやわ、ナイス、ありがとうございます、結構上げてますね、上げてるよ、いいね、はい、あー挽回目でかー、これ巻いちゃった、止まって、うん、右まで行った、あれ、そこまで行った、上まで行った、上まで行った、うわーやべ、あれ、うわーやべ、これはやばい、まあ、パー5やから。ちゃいますの。まあ、パー5やから。やばい。心臓がむちゃくちゃ速くなってきた。心臓の音聞こえてきた。もう俺分かっちゃったし。いやー、そやな。今完全に分かってありましたね。へぇー。分かってたね。分かってた。あの練習場の球出てました。そうだね。はい。振り切れですよね。うん、振り切れてました。分かったね。あの信頼感なかった、分かったが。本当に確信に変わっている感じがする。ね、すげえ。ちょっと今ね、変わりつつあるよ。ですよね。うん、いいの出てたな。変わりつつあるのよ。よし。俺はでも、3打目に乗れればええから、そこを頑張ろう。そうね。そうなんですよ。でも、ええとこまで行ってんな。いいとこまで行っちゃってる、ちょっとつま先下がっちゃってるね、ショットやったな。俺言った通りになりましたね、17番ぐらいで目つけるんだよね、そう17番ぐらいでこうね、もうすぐ終わりやのに、よく粘ってましたね、よく粘ってた。逆に、うわこれどうや、どうしましょう、この上抜いてもいいかも。
ほんまやな、上でもいけそうやな。すいません、7番アイアン、あ、8番。はい。これ結構打たなあかん、上に。これは勝負です。これ勝負です。勝負です。ここは。下行ったんかい。いやー抜けた。でも上行く言ってたのにめっちゃトップしてもたはずー。でも抜けたね。まあ何度か、うん、よしよし。あー、ど真ん中にある。よかったよ。よかったよかった。結果オーライ。はずいよ。上行く言うといてめっちゃ低い球出しもた。あれを全部カットしてもらおう。使ってください。はい、大ミスですから使ってください。きゃ、まあまあ出たからよかったか。近、結構近くまで行っちゃいますね。分かっちゃってます。そうなんですよ。だから分かっちゃってるけど、このライまで分かっちゃってるかは分かっちゃってないからな。確かに。あれだよ、なんだろうな。お、分かってた。ナイス。まあ、パワーフェードはもう1ミリもないけど分かってはきた。うん、これこのチャンネルパワーフェードをかけてましたよ。パワーフェード、うん、パワーフェードにしてた。パワーフェードをずっと目指してきましたが、はい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 、この度めでたくこの度いいドローご卒業になる。いいドローが出てきます、ね、いいドローが出てきましたね、はい。それが出りゃそれでいいですもんね。それが、うん、それが出りゃそれでいいかな。かいい、確かにいいドローだったらもうそれでいいですもんね。それでいいじゃないっていうね。うん、そうなんだ。なんでパワーフェードほんまどこ行ったんじゃん。ゴルフの絆でもやっちゃってるからね。割りとあらゆるところでパワーフェード言いまくっちゃってる。それがもう今やいいドロー出た。いいドロー出ちゃってる。225。行け行け。でかい。うわー、やべ。クラブすぎる。オーバーした。220じゃない。クラブすぎんね。届いてもだ。だからそれのクリーク入れた方がいいよ。そうですね。っていうか5番ウッドでよかったんかな。ね、3番ウッドじゃなかったから。フォローもありましたもんね。200ヤードぐらいじゃん。だってここ225って言うとこだったから。はい、ちょっと上り入れてですよね。でも球すぎた。球出るんやわあれは。そうだね、5番ウッド、3番ウッドが。はい、まあまあまあ、でもほぼオンでしょ。あ、バンカーまで行ってる。バンカーまで行っててほしいよね。そんな。せっかくだったら。そんな行ったらもうむちゃくちゃ飛んでますからね。奥のバンカーやったら。多分ラフで止まってんちゃうかな。あ、乗ってる。あ、よかったよかった。ああ、ほら。そんな飛んでなかったか。いや、飛んでますやんか。飛んでるから、そっか。グリーンエッジまで行ってますから。行ってるもんね。はい、飛んでも、なんやこの人。調子良くなってきたら、すごい喋る。そう。でかい。ちょい大きい。うわー、風が。止まれ。ああ、よし。まあ、いいショットだったけどな、でかいな。条件ほぼ一緒。よし。ちょっとフォローがね、結構吹いてきたから、ちょっとあのウェッジやと飛びすぎちゃいますね。でかかった。なんかその、うん、分かっちゃったから、いい入りし。めっちゃ言うてあるやん、分かっちゃった。めっちゃ喋りますね。前半の動画見直していい。いや、ほんまやで。ほぼ喋ってないですから。だいぶ分かっちゃってんの。カモカモカモ。うわーうわー強かったか。うわいい声してますね。ちょっと強かった。入れに行ったのに、入れに行っちゃったな。いや、まだ返し頑張ります。
俺の強気見たから俺の強気を見たから打てなくなっちゃう。あれ予想外のそっちか。よし、しかも弱かったな。こい、あーやっとだ。オッケー、はい。うわーやばい、あ、ごめんなさい、やべやべ。あー引っ掛けだよこれも。ノーケ。まあまあ残しますね。やばい。うわ。オーケー。よし。オッケーです。これはね、追いついた、並んじゃったのか。追いついたんちゃう、なんだよ。いやーまずい。追いついた。いやー今2打差になるぜって思って最初だったよ。そう2打差になると思ったっすけど、やっぱ難かったなグリーン。ショット読み切られなかったな。さあショート、はい、さあパスリー、最後ショートで。よっしゃ、これは同点やからな。全く分からへん、がぜんやる気になっちゃった。166でフォロー上げ、上限言ってなかったからな。ゴルフクラブのいくらぐらいかかるんですかね、揃えたら。10万ぐらいかかると思いますよ。10万で足らんかもな。新品やったら10では効かないですね。1本でしょ。1本5番アイアン1本だよ。5番アイアン、また使いにくい。ロゴルフはレイコじゃないの。5番アイアン使いにくいだ。結構吹いてますね。180打っていい。え、なんだっけ、166 180打った右からだだけ。上げはない。いや、捕まったよ。ものすごい捕まった。やべえ、遠い。やべえ。これどっちだ。これはやっちった。風最後までわからなかった。捕まっちまった。やっちった。めっちゃむずいっすね、あれ。またロングパットや。ナイスショ。うわー、ナイスショ。でかい？ちょいでか。でもまあ、まあ、ナイスオン、まあ。ありがとうございます。ナイスオンです。絶対レッドライスターの方が近い。わかった男は。うわー。強いですよ。やっぱもうドローするから飛んじゃうな。確かにドローボールだったら。ドローになっちゃった。ですね。転がりますもんね。行っちゃうね。行ってからも。あ、珍しいですよね、最終ホールが、うん、9番とかがパー3ってなかなか遠っ。遠っ、遠いね。これは2パットでいけるか。こっからこうは来る。うわ、そこまで打てんのか俺は。こりゃむずい。長い、これ寄せたらすごい。こんなもんはもうかん。きます。え、越えてや。ちょっとなんか風。いけ。うわー、行かない。風ずーっとこう、なんか全然いかへんかった。思ってるよりいかへんかった。あのボールの外ぐらいでいい感じ。来なかったな。
来ると思ったのにな。弱い？マジ？いや多分風かね。風やと思います。全然ボールが行かないですもんね。もっと下るでしょういつも多分。この辺から行きそうな雰囲気だったけどね。ね、マジか！っしゃそりゃあかんわ。俺は緊張しますよ。俺は緊張する。ねえ。はい。かけましたね。とりあえず顔おかしになってきてます。分かっちゃったからね。そうですね。分かるのがちょっと遅かったかもしれない。そうです。危ねえ！ナイス！危ねえ！イエイ！いや、ナイスです！いや、ナイス！緊張した。これはナイスです！すごい！とはいえ、はいはい。引き分けじゃないですか。そうなんですよね。ってことは、一勝二敗一引き分けってことですね。そうです。そうなっちゃいますね、一応は。なんか、すげえ腑に落ちないんだよね。まあ確かにね。なんかやりますか？パターン勝負とかにしますか？おまけの。また後日それがいいですね。確かにここで負けといた方がいけないかなみたいな、ね、確かにそうしましょう。分かりかけちゃったね。ほんまですね、次はでもじゃあ全然大差つけられる可能性もあるよな。大差はでもないな、安定感がすごいもん。そうですね、勝負ですもんね、はい、いというわけ で、 かったです。なんとか追いつきました。いや、フォーパットがきつかった。フォーパットがきつかった。あれ結構ね、メンタルきましたよね。うん、最近結構パターが良くて、うん、自信あっただけに。はいはい。ちょっとでかかったですね。あの、まあでもアプローチも素晴らしいですし、チップインバーディーもありましたし、はい。ちょっと、はい、あと鍛えて出直します。いや、そうですね。僕も練習しておきます。じゃあ、レッドライス TV、ありがとうございます、また来ていただくんで、はい、皆さんお願いします。またゴルファイナイスさんにもお邪魔します、はい、それではよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、優しいコメントその他もろもろよろしくお願いします。バイバーイ。